中学3年生です。偏差値は58、60。2学期で内申5を上げて、現在内申32なんですが、3学期で上げることはできると思いますか？名称を普通、私学館アドバンス、大道エクセレント、公立は昭和を希望してたんですが、今のところ厚田天白を受ける予定です。塾は河合と個人に行ってます。行き過ぎちゃう？3学期で上げることはできますか？副教科だったら上がるんじゃない？5教科だったら、1、2学期で上がったりとか下がったりとかしてなければ、基本的に上げるのはちょっと難しいですね。まあ上がらないとは言わないですけども、上がるのは難しいっていうだけです、ね。うちの塾でも中3の2学期から3学期で4とか5上がった子もいたりとかするんで、まあいけるんじゃないですか。天白、厚田だったら、今の内申32だったら十分受けれる範囲だと思いますけどね。